それでは始めさせていただきます。東京理科大学の山田と申します。私の方では準決勝の、実験的な側面についてお話しします。で、ま、この講義資料の、元ネタなんですけども、それは山本先生 の、 アクタクリスタル A の1996年の論文、そしてあと高倉先生の講義資料です。でまあ、この山本先生の論文により詳しく書いてありますので、詳しく知りたいということがありましたら、こちらの論文の方を参照していただければと思います。で、アウトラインですが、まあ、今回の講義は3部構成になっています。で、まず第1部では、一次元準決勝、フィボナッチ、である、フィボナッチ公式を例にとって、高次元構造、解説パターン、フェーゾン、近似結晶について説明し、で、第2部では、正にいじめた準決勝の構造についてお話しします。まず対称性、格子、3次元ペンローズタイルについて説明します。で、次に、原子を、具体的にどういうふうに置いておけばいいのかということについて説明します。で、今回は、シンプルなディクロレーションモデルや、原子クラスターに基づくモデル。で、高倉先生のカドミウム、イッテルビウムモデルについてお話しします。で、第3部では、構造解析について、構造因子、解説強度測定、で、ソフトウェアについて説明します。で、あと簡単なエクササイズも準備しました。で、パート1のフィボナッチチェインから、始めます。で、先ほど藤田先生のご講演では、準決勝の構造を作るためには、4つの方法があるというふうなことでしたが、実験的なことを言いますと、このセクションメソッドの方 が一番が解析可能なモデル、解析に、主に用いられているモデル。方法です。ですので、これについて説明したいと思います。で、先ほどもありましたが、このフィボナッチ公式っていうのは、長さの比が黄金比の線分 S と L の、からなる順周期配列でして、で、先ほど藤田先生の話もありましたが、4つの方、これを作る方法として4つの方法があって、例えば、S を L、L を LS と同時に置換することを無限に繰り返すことで得る方法。あとはセクションメソッドと呼ばれる2次元の周期構造の1次元断面としても作ることができます。で、ここではセクションメソッドについて説明します。で、これ、まずスライドのように、二次元の空間を考えて、単位ベクトル、A1 と A2 を、このように定義します。で、A1 の方向には、エクスターナルスペース、物理空間、実空間。で、A2 の二平行に、インターナルスペース、補空間を定義します。で、次に、このように周期 A の二次元格子を、この二次元平面上に置いておきます。で、この時、少しこの格子というのは傾いてますが、この角度 θ っていうのが、この、タンジェント θ イコール π 分の1っていうのを、満たしている値になります。で、これは、この傾きっていうのは、無理数ですので、原点がこの格子点を通るのであれば、この実空間というのは、この原点以外では、この二次元の格子点というのは通りませんと。で、この二次元の、二つのラティス、格子ベクトル、D1、D というものは、このユニットベクトル A1、A2 を用いてこのように、書くことができます。で、ここで、表示の方法なんですけども、この、格子ベクトルの、
D1 っていうのは、エクスターナル成分と、この、それに垂直な、補空間成分に分けることができますと。で、それを表すために、この講義では、山本先生の、形式に従って、エクスターナル成分を E の植え付き、インターナル成分を I の植え付きで表すことにしますと。で、で、ここで、この二次元格子の単位法の、インターナル空間に、インターナルスペースに遮影したときの、この長さっていうのを、オキュペーションドメイン、占有領域として、このように二次元の格子の各格子円に配列します。で、このフィボナッチ格子っていうものは、このように、占有、オペレーションドメインがこのように周期配列した二次元構造をエクスターナルスペースで切ったとき、占有領域と、この占有領域と、この実空間、エクスターナルスペースの交点が、フィボナッチ格子の格子点になります。で、この、二次元格子の単位法というものは、フィボナッチ格子の局所的な環境の、情報を、持っています。で、例えばここではエクスターナル成分はこの単位法のこの部分を切断していますが、こちらの部分は、全く同じものが、この単位法のこの部分にあります。で、同様にこう、進んでいくと、すべてのこの、局所的な情報が、この一つの単位法の中に入っていることがわかります。ですので、実際のこの構造、準決勝の構造を解くっていうことは、この高次元の単位法の、の構造を解く場合、いいということになります。で、ここで少し、高次元の構造、オキペーションドメインの構造と、フィボナッチ格子の局所的な環境について、考えてみます。で、今、例えば、この A の、左側に L だけ離れた位置に、B という格子点がある場合、そういうときはどういうような、時なのかということを考えます。で、このとき、こういう場合っていうのは、この A に対応を作るオキュペーションドメインというのは、一番目のオキュペーションドメインなんですが、この A だけ離れたところに B があるっていうときは、実空間で L だけ離れた、ところにあるオキュペーションドメイン、2番目のオキュペーションドメインなんですが、この1番目と2番目が、同時に、実空間で切断されるとき。言い換えると、1番目と2番目のオキュペーションドメインを、補空間に投影したときに、の共通部分を、実空間が、通るときということになります。で、同じように、A の右側に S だけ離れたところに B が来るというときは、このように1番目と3番目のオキュペーションドメインの共通部分を考えて、それが、その部分を、実空間が通るときという、そういうときに、このような局所環境が生まれる、を作ることができます。で、
で次にこの L と S の頻度なんですけれども、それはこの先ほどの2つの共通部分、L を作る共通部分と S を作る共通部分、その長さの比によって、決まります。でもう一つ、今度はこのオクペーション、すみません、フィボナッチ公式をに、公式上に新しい公式点をどういうふうに作ればいいのか、まあ、例えばこの、S の真ん中、L の真ん中にこのように新しい公式点を作るにはどういうとき、どういうふうにすればいいのかということを考えます。でこの時も同じよう、もうこの L を作るオキュペーションドメイン、S を作るこの黄色のオキュペーションドメインを使う、この二次元の構造中に配列することによって、作ります。で、それはこういうことでして、L を作る、オキュペーションドメインを、この、これを基準とし、例えばこれを基準としますと、そこから、この L の2分の1だけ離れたこの位置に置くことで、作ることができます。S も同様です。で、このように、オペレーションドメインを、新たに追加することによって、新しい原子サイト、原子で、を回して、就職することができます。新たな原子を追加することができます。で次にフィボナッチパターンのディフラクションパターンについて説明します。でこれ先ほどの藤田先生の講演にもありましたが、フィボナッチ公式の解説パターンというのは、二次元構造の断面のフーリエ変換で、二次元構造の断面のフーリエ変換になります。で、フーリエ変換の下絵なので、これはフーリエ変換の下絵ということになりますので、この二次元構造の逆工事で、それの下絵と同じことになります。で、それぞれの段階について説明します。で、これまでお話しした通り、このフィボナッチ公式の高次元構造というのは、二次元公式を、占有領域、オクペーションドメインでデコレーションしたものになります。で占有領域を、このような関数 G、これっていうのは、1ベクトルの北関成分の関数で、あるところで、このような値を持つ関数なんですが、そのような関数 G と、二次元の格子の関数の畳み込みで、表すことができます。で、これのフーリエ変換なんですが、この畳み込みのフーリエ変換というのは、それぞれのフーリエ変換の、積で表せられますので、このような式になります。で、こちらのラティスのフーリエ変換は逆行使をしてまして、オペレーションドメイン、先ほどの関数 G のフーリエ変換というのは、こちらに、このような関数になります。で、それぞれの積をかけて、式、ポンチェで示したのがこちらの図になります。で、これが、フィボナッチ公式の二次元構造の、逆行使になります。逆行使の構造になります。で、最終的にフィボナッチ公式の解説図形を得るためには、それの、エクスターナルスペースで、遮蔽するということを行います。で、その様子を表したのが、こちらのスライドでして、この二次元の構造をエクスターナルスペースに投影です。実際の、強度というのは、この振幅の異常になりますが、このように書けます。
で次に、まあ、フェーゾン近似結晶についてお話しします。でそれならフェーゾン歪みが入ることによって、実際の構造がどういうふうに変化するか、ディフラクションパターンがどういうふうに変化するかということを、お話ししたいと思います。で、こちらが、フィボナッチ公式の二次元、断面法による二次元公式の作成を描写を表したものです。で二次元構造を母空間方向に歪ませる、まあ、これをフェーゾン歪みを導入すると言いますが、こうすると異質空間での構造が、変わります。でフェーゾン歪みを表すフェーゾンマトリックスのこの U と表すと、歪み導入後の、まあ、格子ベクトル D っていうのは、まあ、このような式で表されます。で一次元、フィボナッチ格子の場合は、まあ、このように書けます。でこの、スライドの 右の図では、まあ、フィボナッチ格子の一次近似結晶の例 を表していますが、このようなフェーゾン歪みというものはどういうものかというと、この1、1という格子点が、格子点と、原点が同時に、切断される、同時に実空間、まあ、線分上に、乗る場合です。まあ、そのような、歪みを与えることで、が、この一次近似結晶を、作るフェーゾン歪みということになります。で、まあ、練習問題として、まあ、実際に、QP、まあ、これは、QP 近似結晶という、まあ、キューピック二次結晶を作る、フェーゾンマトリックスを具体的に、いつも決定してみようというのが課題の 1です。まあ、これ課題をやる時間は、まあまあ、時間が余ったらこの講義の後に、行ってもらいたいと思います。で、で次にフェーゾン歪みが解説付けに与える影響について、まあ、どのような変化を解説付けに、もたらすかということについてお話しします。で、こちらが先ほどお示ししました、フィボナッチチェーンの場合、フィボナッチ格子の逆格子パターンの場合です。で、まあ、逆格子と格子の関係から、リニアフェーゾンが入った場合の、逆格子ベクトルというのはこのようにフェーゾンマトリックス U を用いて書くことができます。で、二次元の場合はこのようになります。で、まあ、例として一次近似結晶の場合をここに書いてみます。で、実際に、フェーゾン歪みが入った場合、この各、反射がどういうふうに変化するか。まあ、具体的に言うと、それぞれの、インターナル成分、エクスターナルスペース成分がどういうふうに変化するかということを調べること、まあ、調べると、そのフェーゾンによるリフラクションパターン の影響というのが、ね、分かります。で、これを、まあ、具体的に計算を、演習問題の2として、やってもらいたいと思います。で、結論から言うと、このフェーゾン歪みっていうのは、反射のシフトをもたらします。で、そのシフト量っていうのは、このブラック反射の、インターナル成分に比例するものです。で、あれ。で、このような、フェーゾンによる、ピークシフトっていうのは具体的に実験的に観測されておりまして、まあ、例えば、このジンクマグネシウム、テリビウムという、まあ、全日米で準決勝ですが、まあ、これについて観測されています。で、これが、左側の図が、解説パターンです。で、上側にそれぞれの反射の極間成分が書かれています。で、このバーですが、これは、フェーゾン歪みがないような、正二次部隊準決勝、まあ、理想的な正二次部隊準決勝の解説ピークの位置を示していますが、
例えばこの比較的大きな、まあ、比較的この、空間成分の大きな反射がにおいてはこのように大きくシフトしていることが分かります。で実際に、ピークのシフト、理想的な位置からのシフト量を、縦軸に横軸に、各反射の空間成分にとってプロットしてみますとこのように、まあ、リニアに、なっていることが分かります。で次にで次に、で次に第パート2の正に滲みた準形象について、に移ります。これ先ほど藤田先生の説明にもありましたが、正に滲みた対称性というのは、まあ、このような誤解軸結晶では許されないような誤解軸を持つものです。で、まあ、3誤解軸や2解軸、3解軸があって、その角度関係は、まあ、トレーズで表すとこのようなに、なっています。で、6本の誤解軸、10本の3解軸、15本の、2解軸、あとミラー、反転、レコート操作。対称性があります。で、まあ、実際の準決勝でも、まあ角度を変えて、ディフラクションパターンを取ることによって、確かに、ディフラクションパターンが線に滲めた準決勝、対称性を持っているということが、調べられています。で、まあ、これも先ほど藤田先生の講演にもありましたが、線に滲めた準決勝の場合、プリミティブ、ボディセンター、フェイスセンターの3つのタイプがあります。で、反射条件ですが、P の場合は、まあ、全ての反射が、まあ、見えます。現れます。で、ボディセンターの場合は、反射の指数の和が偶数である。で、F については、偶基本語である。ということが、反射条件になります。で、F と I ですが、F の場合は32個の、センタリングがあります。で、B の場合は2種類、2つのセンタリングがあります。で、あと、まあ、実験的には、P 型、F 型の準結晶は、まあ、見つかっていますが、この I 型の準結晶というのはまだ見つかっていません。で、次に、まあ、このスライドはどのように、準結晶の光子ベクトルを決定するかということを示しています。で、まず最初に行うことは、解説パターンの指数付けです。で、この時に選ぶ、この逆光子ベクトル、まあ、実際に今逆光子ベクトル、6次元の逆光子ベクトルの、実空間、エクスタナル成分になりますが、まあ、これの選び方っていうのは、ユニークには決まりません。これは、後で説明するような、自己相似性を持つということに、由来します。だけど、まあ、実験的には何らかの、まあ、こう指定する A を仮定して、D を決めます。で、これで指数付けを行って、6次元の逆光子というのを決定します。これは、反射条件によって、EF または I を決めます。で、そして次に6次元の逆光子ベクトルを決めます。で、これが決まりますと、自動的にこの6次元の、光子ベクトルが決定できます。で、逆光子ベクトル、まあ、D スター、6次元の光子ベクトル D というのは、それぞれエクスターナル成分、インターナルスペース成分を持っており、まあ、今回は山本先生の、記述方法に従って、エキスターナル成分は、E の植え付き A、インターナル成分は I の植え付きで、示します。で、
これは、6次元の、6次元逆光子ベクトル、のについてですが、まあ、それは、エクスターナルスペースを張る A1、A2、A3 として、インターナル成分、あ、インターナルスペースを張る、A4、A5、A6 というものを用いて、このような行列式で、行列を用いて、まあ、回転行列を用いて、逆光子ベクトルを表すことができます。で、それぞれの、逆光子ベクトルを、エクスターナルスペース、インターナルスペースに投影したときにどのようになるかということを、まあ、コードを示ししています。まあ、このようになります。まあ、このようになって、各、ベクトルというのは、正二次面体の頂点を指すようなベクトルになっています。で、こちらが、こちらが、6次元光子ベクトル DI です。で、これは、まあ、こういうような関係から実光子と逆光子の関係から得ることができて、まあ、このような形で表すことができます。で、A っていうのは、先ほど言うのを忘れましたが、A スターっていうのが、逆光子の、光子定数になります。で、実空間の場合は、まあ、この A スターを用いて、このように書きます。で、こちらは、6次元逆光子ベクトル B を、エクスターナル空間、インターナル空間に投影したときにどういうふうになるかということを表しています。これも各ベクトルは、正二次面体の頂点を指すようなものになっています。で、先ほど、逆光子の、ま、すなわち、ユニークに決まらないと言いましたが、これは自己相似性があるためにです。で、その自己相似性は、もうこれ先ほどの藤田先生の講演にもありましたが、はい、まあ、P の場合は、この M が3乗、あ、M が3、FI の場合は M が1になります。で、実際に、まあ、P の時です。P の時、M が3の時に、自己相似性によって、このような、自己相似変換によって、逆光子、6次元の逆光子ベクトルの、エクスターナル成分、インターナル成分がどういうふうに、変換されるかということを表していますが、エクスターナル成分については、元のやつよりも、元のものの、タウの 3乗倍、インターナル成分については、元のものよりも、タウの3乗小さくなる。まあ、こういうものです。で、次に、6次元の、まあ、光子について。まあ、それは、まあ、6次元の光子は誰しも、想像することはできませんが、まあ、それ、まあ、それを、理解する、よくある方法で、それの、まあ、6次元の光子を、光子の断面を取るっていうことをよくやります。で、それの、それぞれ、高対称な軸をも含むような二次元断面で取ったものをここでお示ししています。これは、5回軸、を含むような二次元断面。これは3回軸を含むような二次元断面。2回軸を含むような、二次元断面になっています。ピンクで表しているのが、6次元の、単位法です。で、この単位法の中には、
対象性の高いサイトがありまして、一番高いのは、V、この6次元講師の講師点として配信位置、あ、これちょっと、間違いですが、C の位置、あれ、対象の位置が最も対象性が高く、その、ポイントシンメトリーは、正二メタ対称性、対称を持っています。M3 バー5、3バー5バーです。次に対称性が高い点は、この E というもので、M5 バーという対称性を持っています。その位置は、2分の1000000。この、エッジセンターの位置に対応します。で、まあ、詳細な、空間群とそのワイコフポジションの、詳細なリストは、山本先生のホームページで公開されていますので、より詳細が知りたい方はそちらを、参照してください。で、次に、千日型準決勝の時、準決勝に対の、近似決勝を、生存を導入することによって、作るということを、お話し、したいのですが、これは課題として、したいと思います。で、ここでは例として、一時近似決勝の、課題では、一時近似決勝の方を、行ってもらうことにします。で、次。で、次に、3次元転動スタイリング、アマン・クラマー・ネリタイリングについてお話しします。で、その、3次元転動スタイリングでは、このような2つの、多面体から構成されるものです。アキュートロンボヘドロン、アキュートロンボヘドロン、一辺 A の、アキュートロンボヘドロン、一辺 A のオプチュードロンボヘドロンです。で、まず、このように、青色で表しているように、この2つの、ロンボヘドロンの各頂点に、この原子を、置きたい場合、どうすればいい、高次元ではどうすればいいのかということを説明します。で、その時のオペーションドメインというのは、このような、ロンビクトリアンコンヘドロンになります。で、これは、6次元の単位法をインターナルスペースに投影することによって得られます。で、でこれの位置、このオペレーションドメインを置く位置は対称性の高い、この、こうしての位置に置きます。で、この、で、その、ポイントシメトリーは、千日メタ対称性ですので、そのアシンメトリックパートというのは、このようなシメントで表せられて、これはここに対応します。でそれぞれの、この、頂点に対応する、6次元のベクトルというのは、このようなものになります。で、これ、実際にその6次元、このようなオペレーションドメインを6次元の資料に配列するのですが、具体的にどういうふうになっているかということを次にお示しします。で、これ今、5次元の6回軸を含む2次元断面をお示ししています。で、ピンク、赤色で表しているのが、6次元格子の単位法です。で、この線分、図用で表した線分が、このオクテーション、ロンビクトレコントヘドロの形をしたオクテーションドメインのこの5回軸方向の長さに対応します。はい、で同様に、これは、3回軸を含む、2次元断面、このようになっています。で、これが、2回軸を含む2次元断面の場合です。
で次に、まあ、より複雑な原子のデコレーションモデルを考えます。でここでは先ほどの青色のバーテックスに加えて、赤色のエッジセンター、そして、緑色の、これは、耐震長い方の対角線上に、上にあるサイト、まあ、この位置に、新たな原子を置く、まあ、そういう時にどうすればいいのかを、考えます。で、まあ、これが、まあ、それでして、先ほどの緑色の原子を置くにはこういうような、ちょっと英語わからなかったんですけども、まあ、ひじ型のアイコサイドの形をしたオペレーションで考えます。で、エッジセンターを作る、オペレーションドメインというのはこのようなロンビックアイコサイドを考えます。それぞれこの緑色のものは、耐震の位置、赤色のロンビックアイコサイドのというのは、エッジセンターの位置に、置きます。で、それぞれのこの、ひし形のアイコサイドとロンビックアイコサイドをどういうふうに求めればいいのかというのを次の説明します。でまず、このロンビック、このロンビックトレアコンタイドなんですが、それは、2つの、まあ、この場合、エッジセンター、辺の中心にあるということは、実空間で、この、実空間がこれとこれに対応するオペレーションドメインを同時に、通過しないといけない。まあ、そういう条件のもと、このような、その辺上にある原子サイトというのは、原子を作るオペレーションドメインというのは、を得ることができます。で、まあ、すなわち、このオペレーションドメイン、このオペレーションドメインが、この、辺、これとこれを、作るオペレーションドメインなんですが、そのオペレーションドメインの共通部分、すなわち、この赤色の部分、が、この、まあ、この辺中心のオペレーションを作るオペレーションドメインになります。で、次に、この緑色の、長い方の、対角線上にある2つの、サイトを作る、このサイトについて説明しますが、これの場合は、2つのステップを踏んで、導きます。でまず、対角線のこの中心に、原子を置く場合、そういうようなオペレーションドメインを考えます。で、この場合、このようなサイトっていうのは、アキュートロンボヘドロンの各原子サイトに対応する、オペレーションドメイン、この場合、8つのオペレーションドメインの共通部分を考えることによって、考えます。それが、まあ、このような、具体的に示すと、まあ、こういうような、ことを、考え、まあ、このように、まあ、共通部分を取ります。で、その形が、これでして、3次元の、3外軸断面に書くと、まあ、これに相当します。で、次に、これを、この、こっち、これを、まあ、シフトさせます。まあ、物理空間方向にシフトさせます。そうすると、2タウの2乗分の1だけシフトさせたときに、このように、こちら側からシフトさせたもの、こちら側からシフトさせたものが、耐震のところで固まります。でその時の、この、オペレーションドメインを空間に、投影した時にはこのような形になります。でちなみに、まあ、これはハイパーマテリアルの、ロゴの元ネタの形になっています。で、
で、そうすると、これが作る、このオペレーションドメインが作る、原子サイトというのが、このアキュートロンボヘドロンの長い方の対角線を、タウ対1対タウに、分割する位置に、新たなサイトを作ります。で次に、クラスターに基づいた、モデルについて説明します。で、原子 の, あの準結晶には、正二次面体準結晶に限れば、もう3種類の、クラスターが知られています。ここでお示ししているように、マッカータイプ、バーグマンタイプ、そしてサイタイプというのがあります。で、このような、正二次面体対称性を持つクラスターを、クラスターを作るような、オペレーションドメインを考えるんですが、それぞれのクラスターをどこにまず置けばいいのかということが問題になります。で、このクラスター正二次面体対称性を持っていますので、実際に置くべきところ、これを三次元ペンロスタイリング中に置かないといけないんですが、その置く場所というのは、正二次面体対称性を持つ、サイトということになります。そういうのは、このような、12-fold vertex と呼ばれるような特別な、三次元ペンロスタイリング中の放射線の、一部になります。で、このような点を、12-fold vertex と呼ばれる点を作る、オペレーションドメインというのは、こちらになりまして、先ほどの、3次元ペンローズ対応の、公式点を作る、オペレーションドメインよりも、タウの、一回り小さな、ものを考えるものとなります。で、ただし、現実的に、この、こちらは、この右側の図は、この12-fold vertex を作るオペレーションドメインを、各公式点に置いたものを示しますが、ここではこの短い、原子間距離を、作ってしまいます。現実にそぐわない、短い、距離を作ってしまいます。ですので、実際の構造モデルにおいては、このある、一部分を切り取るよう、短い距離を避けるように、オペレーションドメインの一部を、切り取って、それを採用しています。それに基づいて、構造モデルを作成しています。はい、で、クラスターですね。クラスターに基づいた構造モデルというのは、いくつか例がありまして、今回はこの高倉先生のこの、カドミミッテルビューの準決勝の子について、お話ししたいと思います。カドミミッテルビューの準決勝というのは、最型クラスターから構成されるものです。でその最型クラスターというのは、クラスターの中心から四面体、12面体、20面体で、アイコジドレカヘドロン、ロビクドレコータヘドロンです。で、このクラスターの隙間を埋めるように、このような、アキュートロンボヘドロンが存在しています。で、カドミウム一定リビウムの場合、一定リビウムは赤色で示した原子サイト、アイコジドレカヘドロンのこの各焦点と、ロビクドレコータヘドロンのこの長い方の、対角線上に2つあります。残りは、すべてカドミウム原子から構成されます。で、こちらが、そのクラスターを作る、6次元の構造モデル、オペレーションドメインの形になります。で、こちらは、6次元のバーテックス、6次元の公式点上にあるもの。で、これは、6次元の対、アイフォンの対心位置にあるもの。で、こちらは、
ヘッジセンターにあるものです。で、こちらは、この2つは、この一番左側、真ん中は、正二次メタ対称性を持っており、こちらは、M5 バーの対称性を持っています。で、それぞれの、非対称部分を表したのが、こちらの図になります。で、それぞれのオペレーションドメインは、アルファベットで、インデックスされていますが、それは、各オペレーションドメインが、どの、現地サイトを作るに対応するかということをここで示しています。で、例えば、このインテリビューのアイコンサヘルモンというのは、この、6次元の配信位置にある、オペレーションドメインのこの赤色の部分で、作られます。で、一方、このアキュートロンボヘドロンにあるこの2つの原、インテリビューム、2つのインテリビュームというのは、同じく、ボディ線、配信位置にあるオペレーションドメインのこの、ピンク色の部分、紫色の部分で、作られます。で、実際、クラスターは、2つの、結合様式を持って、隣り合っています。で、それは B リンケージ、C リンケージと呼ばれるものです。で、このようなクラスターの、こちらの、多角転生の構造モデルにおいては、このような局所、ローカルな環境に基づいて、このように細かく、オペレーションドメインが、分割されています。で、次に、その6次元、カドミウムインテリビウムの6次元の構造モデルの、断面をお見せします。こちらが、5回軸を含む、二次元断面を取ったものです。この、例えば、この、バーテックスの、このオペレーションドメインというのは、こちら、この、これに対応します。で、これ、こちらは5回軸方向ですので、ここで見えている赤い、青色の部分というのは、これに対応します。また、この耐震位置にあるこのオペレーションドメインというのは、これに対応するものでして、これが5回軸方向ですので、この、この部分が見えています。すなわち、イッテリビウム、マイコサイドのサイトにある、イッテリビウムを、このオペレーションドメインが示しています。同様にこれは3回軸の断面になります。バーテックスにあるオペレーションドメインというのは、バーテックスにある、これ3回軸ですので、この3回軸方向のものを表しています。で、この、耐震器にある、オペレーションドメインというのは、これに沿って、このオペレーションドメインのこの3回軸方向に対応しています。すなわち、この赤色の部分というのは、この部分、アキュートロンボヘドロンの、長い方の対角線上にある2つのインテリビウムを、示しています。あと言い忘れましたが、先ほどの5回軸断面のこの E の位置っていうものは、このオペレーションドメインを表しています。で次、これが、2回軸断面でして、2回軸というのは、耐震位置と、高視点というのを、同時に、よく切ることができないので、ここでは、耐震位置を、通る断面を示しています。で、この場合、この耐震位置の2回軸方向というのは、この部分を示しています。で、これは、アイコジトレカヘドロンの、原子サイトを作るオペレーションドメインに対応しています。で次に第3部、構造解析についてお話しします。で、
これ先ほど藤田先生の講演にもありましたが、行動因子についてです。で具体的な行動因子の計算の仕方は、このような式で、計算することができます。で、でこの式では各、オペレーションドメインに対して、そのオペレーションドメインの位置、そして温度、アトミックディスプレイ、原子変異パラメータという、一般に温度因子と呼ばれるもの。あと、サイトのオキュパンシー。あと、一つのオクペーションドメインの、フーリーインテグラル。そして、原子、三安因子で対称性を用いて、このような式が表されます。でこのフーリーインテグラルは、一つ、三次元のこの多面体と四面体に分割することができますので、それぞれの四面体のフーリエ変換の和で表すことができます。このような式で書くことができます。で一つの四面体のフーリエ変換というのはこのような式で、計算することができます。で、実際の構造モデルのパラメータとしては、構造パラメータとしては、オクペーションドメインの、位置、温度因子、占有率、そして、一つのオクペーションドメインに、二つ以上の原子を、置きたい場合、二つ複数の原子を置きたい場合は、それぞれの原子の、比、そのような構造パラメータを、持っています。で、実際の構造解析では、その構造因子の、計算値、実験値計算値の、差が、差を小さくするような、するように、このような、構造パラメータを、精密化します。で次に、解説強度測定に移ります。で今回のこのハイパーマテリアルのプロジェクトにおいて、A02 班の高倉先生が、このような、理学最新鋭の装置を導入されました。で、これは、理学オックスフォードリフラクションガセの、シナジーという、単結晶用の、解説系です。で、これに、あと、これに付随するソフトウェアとして、クリザリスプロというのがあります。で、このクリザリスプロというのは、準結晶などの、高次元結晶を扱うことができる、ソフトウェアです。で、興味がある方は高倉さんの方に、連絡していただければと思います。で、実際の、実験なんですが、このような、100マイクロより小さなサンプルを用意して、それにエクステンションを照射して、その解説パターンを解説強度を測定します。で、先ほどのクリザリスプロを用いて、指数付け、強度積分、そして、吸収補正などの、補正を行います。でそして最終的には、各反射について、各反射の、指数、強度で表示偏差を、得ます。これをこのリストを用いて構造解析を行います。構造解析にはいくつかのステップがありまして、位相回復、その位相を用いて、フーリエ合成、原子密度分布を求めます。あとは、これまで説明したような方法、考え方で、6次元の構造モデルを作ること。でそして、構造、精密化。そして最後に、得られた構造の可視化、そして解釈です。このようなステップがあります。でまず、この、位相回復なのですが、実験的に得られる、この、解説強度には、強度から、構造因子を求めたいのですが、この、強度というのは、構造因子というのは複素数で、強度というのは、ストラクチャーファクターのと、その強力な複素数をかけたものなので、この際に位相の情報が失われてしまいます。
ですので、まあ、実験的には、まあ、最近はまあ、チャージフィリピンメソッドとか、ローディンシティエリミネーションメソッドと呼ばれる、まあ、一層回復のアルゴリズムを用いて、います。で、これについての詳細は省きますが、これは一層の修正を繰り返すことによって、新しい層を得るという手法です。で、このようなアルゴリズムを、高次元結晶に拡張したソフトウェアが2つありまして、高岡先生らによる、ロードマップ、あとルカス・パラティナスによる、スーパーフリップがあります。で次に、まあ、実際のコード解析、まあ、研究紹介となりますが、移らさせていただきます。でまあ、これ実験的に得られた、まあ、ジンクスカンジムという1000日目の準決勝のディフラクションパターンでして、約4000個以上の解説ピークを観測しています。で、その、これは P 型の、P タイプの、1000日目の準決勝でして、個指定数は、5.012 というもの、オームスローになります。で、その解説データを用いて、位相回復をして、フーレー合成によって、6次元の電子ミストを求めたのが、求めました。その6次元の電子ミストの、断面を取ったものがこちら、このスライドで表しています。で、この電子ミストの分布を見ますと、カドミウム・ニッケルビのモデルとコピーしていることから、このジンクスカンジム準決勝というのは、カドミウム・ニッケルビと同型であることが分かりました。で、実際に、実空間で断面を取りますと、このような、クラスターの断面だとよく一致していることから、まあ、確かにサイ型クラスターであるということが分かります。で実際に、高倉先生のカドミウム・ニッケルビの構造モデルを用いて、精密化した結果はこちらになります。で、これは、こちらが実際に得られた、電子配列の様子になります。で次に、コード解析に用いるソフトウェアの紹介になります。これがまず、解説強度のデータ処理については、先ほど言ったクレジタルスプロというのが、を使います。で、で、コード解析の、例えば精密化などの、プログラムについては、山本先生によって、この、クオジという、まあ、ソフトウェアパッケージが、開発されており、まあ、このアドレスで、公開されています。で、それぞれの、まあ、このプログラムパッケージはいくつかのプログラムによって構成されるものでして、まあ、それぞれについては、この山本先生の2008年の、まあ、論文を参照していただければと思います。で、私がよく使うプログラムは、この位相回復のローデマック、あと構造精密化の QCDIF で、実際の、原子配列を表を作成する QC ストラックです。あと、今回の講義でお示ししたように、この準決勝の構造モデルを作るには、まあ、いろんな、さまざまなオペレーションドメインの共通部分を、計算する必要があります。で、今のところそういうプログラムないですので、最近私は、それを作ろうとしています。で、これは、Python で、作っており、ブリアン演算や、四面体の分割化などが、今のところできるようになっています。で、Python で書いていますので、まあ、インタラクティブに使うことができる。あと、エラーフリー、すべての6次元の、まあ、このような演算は6次元でやっていますが、6次元のこうの原子、あ、6次元の座標というのは、3つの整数 ABC と tau によって表すことができます。で、このようなやり方を使って計算す、演算することによって、まあ、エラーフリーの、計算ができます。で、実際これは、共通部分を、まあ、インターセプションやサブストラクションをした、
ボランチェですが、このような、複雑なクリエーションドメインでも、このようなブーリアン演算ができます。で、いずれ、将来的には公開する、したいと考えています。以上です。で、エクササイズを用意したんですが、多分時間がないので、ここでやめようと思います。ご清聴ありがとうございました。